兵庫県第5区は、かつて存在した、衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員、総選挙から設置された。廃止時の定数は2。自治体の名称は、第40回衆議院議員総選挙時点のものである。1950年公職選挙法施行当時の区域は、以下のようである。 第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数24万9125人、投票率78.06%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行、当日有権者数24万5256人、投票率82.55%第38回衆議院議員、 総選挙7月6日、執行当日有権者数、24万4566人、投票率 87.、87.59%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日、有権者数、24万5580人、投票率 82.、82.04%第36回衆議院議員。総選挙6月22日執行。 当日有権者数、244,126人。投票率 87.、87.50%第35回衆議院議員。総選挙10月7日。執行当日有権者数24、243,289人。投票率 86.、86.87%第34回衆議院議員。総選挙12月5日。執行当日有権者数。 1> 24万1213人、投票率 86.、86.72%第33回衆議院議員、総選挙12月10日執行当日有権者数、23万7516人、投票率 85.、85.71%第32回衆議院議員、総選挙12月27日執行当日、有権者数23、233。 894人投票率 85.、85.36%、第31回衆議院議員総選挙1月29日執行、当日有権者数、225,569人、投票率 85.、85.72%第30回衆議院議員、総選挙11月21日執行当日、有権者数、226,789人、 投票率 88.、88.56%第29回衆議院議員。総選挙11月20日執行当日有権者数、228,465人。投票率 91.、91.30%第28回衆議院議員。総選挙5月22日執行当日有権者数、人投票率。 第27回衆議院議員総選挙2月27日執行。当日有権者数。人投票率。第26回衆議院議員総選挙4月19日執行。当日有権者数。人投票率。第25回衆議院議員総選挙10月1日執行。当日有権者数。人投票率。第24回衆議院議員総選挙1月23日執行。 当日有権者数、人投票率。第23回衆議院議員総選挙4月25日執行。当日有権者数、人投票率。ありがとうございます。